すまないね。今準備してるから少し待っててくれるかい？わかりました。キュリエイト。キュリエイト。ビートリューレ。お客さんを待つとするかな。謎理論。だってって謎理論。お前が言ってるその理屈は謎理論。やあ、佐々木でわよ。しの名前はあ、モギリギリよかっーリー。た。ギリギリまかぶらんかった、こいつのセリフと。というわけで、5日目。5日目の朝から始まります。というわけで、今日もお客を待つぜ。今日はどんな子が来るのかな。メインキャラでさ、まだ店に来てないんはさ、まだ、あと一人しかおらん。おっ！洋服の針山さん。いらっしゃいませ。今日はどういたしました？指原先生にまたマッサージしてもらおうかなっ て、ははは。この前と同じでお願いします。この前と同じでいいんですか？そろそろ前も揉んだ方がいいじゃないですか。わかりました。施術室にどうぞ。来たぞ、またこの子のムチムチボディを触れるぜ。施術室。おう、この前マッサージして思ったんですが、春山さんは肩こりがひどいですよね。長時間座りっぱなしになることが多かったりします？いや、原因わかるだろう。どう見ても前についている2つの果実が原因やろ。これでかい人ってさ、肩こりやすいって言いますからね。だいたいさ、胸小さい人がさ、大きい人に嫉妬したときにさ、大きい人は、でもこれって肩こもるんですよ、みたいな感じでことを言うけどさ、それでも大きい方がいいわっていう人もおるかと思いますので、それはどうなんでしょ大学の授業中は座りっぱなしですけど、多分肩う。こりは授業のせいじゃないと思こいまのす。顔は分かってるな。その原因がその大きいお胸ってことは分かってるパターンやな。それにしてもさ、胸こんなに大きいのに肩幅めっちゃ狭いんよな。細いんよな、この人。体自体は。あ、心配しなくても大丈夫ですよ。僕はマッサージ師なので、春山さんが体のことで悩んでいるなら楽になってほしいですし、もしデリケートな話でも言いふらしたりしません。まあ、頭の中には叩き込むんですけどね、その情報。そうですよね。はい。なので、話せる範囲で話してみてください。胸が大きいせいかなって思うんです。ド 直球ですね。 恥ずかしがっとるんやけどさ、割とド直球に言うんやな。はい。私、昔から胸が大きくて、大学でも目立つというか、いろんな人の視線を感じていて。ああ、どんな服着とっても膨らみごまかせんだろうな、それだったら。なるほど、そうよ。ヤングマガジンで連載されとるさ、月曜日のタワーじゃないんやけんって。指原先生は私のことどう思いますか？かわいい、エロい、付き合いたいの3拍子が揃っている。割とさ、グイグイ来るね、この子。割と 女の子が男に対して聞くような 普通スラッと聞くような子じゃないんだけどどうね。ですか？なんかちょっと脈感じさせるな、お前。勘違いする男だったら勘違いするわ、それ。大きいというか、なんというか、スタイルが良くて可愛い人だなと思いますけど。そうやな、それは思うわ。だってこんなに胸大きいのに、ほんま体細いんよな。逆になんでこんな体細いのに胸だけをボンってなってるのか。なんかいいとこ取りな感じやの。体細い人と胸大きい人のいいとこ取りをしたような感じ。何を取り乱しておるのじゃ、スケベベ。しゃあないだろ。うるさいな。どうかしたんですか？あ、なんでもないです。そうだ、マッサージしましょい。う。そうだ、こう話ばっかりじゃなくてね、俺はね、マッサージで対話するからな。体で対話しましょうみたいな、なんかスケベな聞こえ方やな。というわけで、前回と違う曲やな。シークレット。
何一つシークレットじゃなかった気がする。ワイドわけ隔てなく話してくれた気がするんやけど、自分の思っとることをさ。ノーマルでいきます。さすがにハード厳しいと思うよな。わあ指原先生、あーなんか前回そんなに出とったっけ、背中みたいな状態やけど、どうやったっけ。え、なんなんこれ。回が進むごとにさ、だんだん肌の露出具合増えていっきょうかな、これもしかして。いくぜ。やばい、レベル上がってる。やばい、レベル上がってる。やばい、レベル上がってる。はい、はい、はい。だって Y とか X とかどれやっけって思うもん。どれやっけって思うもん。俺のコントローラーに Y とか X とかいうボタンないもん。だって PS5 のコントローラーやもん。なんで俺 PS5 のコントローラーさしたのにさ、丸パスで出てこんのって思うもん。対応しておきながらもさ、コントローラーのさ、ボタンの種類違うんよ。だったら XBOX を PS5 のさ、ボタンで出してほしいんやけど。そういう配慮をスチームさんしてほしいんやけど。はい。だってさ、右と左でえらい違うもん出てこられた。対応できんで。みんなわかるでしょこれ見よったら。俺音ゲーなんかほとんどやらんのですよ。痛くはないんですけど。施術中にこの二人の会話全然さ、頭入ってこんからな。痛くはないんじゃ。わあやばい、背中からはみ出とうけんさ、胸がさ、すごいすごい。だってさ、左でグイーってやいよときにさ、もう片方でさボタン出てくるんやで。そんな押せるわけないで。頭同時に考えられるわけないで。そんな人できるわけないだろう。同時に押させるようなリズムだったら、同時にうまいこと押せるようなあれない。ミスだし、ダメだったし。バットめっちゃ多いな。あれ、もう時間になっちゃいましたか。満足するまませんままだったんじゃこれ。むっずイージーじゃ。俺はどうせエッチなことしか興味ないから。今日もよろしくお願いします。乙女なんかに正直興味ないんじゃんお前。気づいた人はおりますか。ちょっと設定画面でね、喘ぎ声がもっと大きな声で聞こえるようにセッティングしたんですよ。前回の倍の音量になってますんでね。よっしゃー。いや逆に舐めとんかっていうレベルの簡単さだったもん。気持ちよかったです。そうやろ、またお願いします。リピーターやな、もう完全に。肩こり大丈夫っすか。やっぱり指原先生のマッサージはすごいですね。ピカンって言うほどやからな。とっても楽になります。そうです、そうでしょ。そう言ってもらえると嬉しいです。でも肩こりがひどいということは、それだけ体に負担がかかっていることということなので、気をつけてくださいね。そうですよね、気をつけます。はい。それにしても本当に肩のこりがひどいですけど、今の大学の授業ってそんなに大変なんですか。僕も図学で使えることはありましたよ。でもその体のことを抜きにしても、そんなに肩や首のこりがひどくなったりはしなかったんですよね。なんだ。授業中に肩、お
首さ、おってね、なんか傾きよんか。メトロノームか、お前は。多分普通はそうだと思います。なんだ、ちょっと自分でもなんかおかしいっていう自覚あるんか。普通は、すみません、なんでもないです。おい、なんかあるだろお前、なんかちょっと自分でこうじゃないかって思ったことあるだろ、教えてくれ。おいおい、なんだ、つけてるブラのサイズ違うんか。出したので帰りますね。マッサージありがとうございました。おいおい、つけているブラのサイズ合ってないんじゃないの。だから肩に負担かけるんとかそういう話じゃないのか、知らんけど。あ、春山さん、もしかして余計なこと言っちゃったかな。なんじゃ、春山はもう帰ったのかの。洋服買いに行ったんだろうな。さすが洋服の春山。うん、用事があるからって。もしやこれは春山の控え帳かと思ったんじゃが、引きそびれたの。ん？控え帳？ノートのこと。うむ。え？そこで見つけたのじゃ。なんでそんなもんわざわざさ外に出すし、外に出したっきり忘れていくん。ポロッと落とした。すごい都合よく。うん。何が書いてあるんだろう。覗くな。覗くな覗くな。あとこんなものが挟まっていたのじゃ。何？あ、これって最近映画化した作品のチケットだよ。え？待って。じゃあ今から見に行くみたいな感じ。え？でもチケットないみたいな感じになるんか、これはもしかして。もともとは小説だったかな。恋愛もののさ、すごく人気があってすぐに映画化が決まったって言ったかな。筆跡も男のものではないようじゃし、春山のものかもしれんの。だね。次にお店に来てくれた時に聞いてみよう。いや、今から見に行くんちゃう。わざわざさ、今日見に行かんチケットなんか手元にもあるわけないだろお前。次来てくれた時ってさ、その頃には遅いんじゃない。今頃なアフタヌーンになっておきた今頃さ、あれチケットないみたいな感じになっとんじゃん。うん、こういう時電話番号交換しようで方がいいところなんですけどね。だから交換しませんかっていうところ、こういうことがもしかしたら今後もあるかもしれないからみたいな。リラクゼーション指原のアイドルちゃん。さあ、じゃあ過ごし方、昼からの過ごし方。指原どこかに出かけるのか。掃除休憩の必要はあるんかなってちょっと思うよな。やっぱお出かけする方がなんかいろんな人に出会いそうな気がするけんな。あ、忘れ物で先生、楽しみなのじゃ。何を買ってもらおうかの。まあ俺さ、何気にこの先生が一番好きなんよな。お姉さん系が俺結局好きなんよ。いや、おっぱいの大きさだったら春山さんが好きなんやけどさ、おっぱい以外の総合的なところを見ればさ、この先生なんよ。服装の肩出してる感じとかは細くてスラッとしたところがさ、俺メガネフェチなんかもしれん意外と。駅前、買い物は駅前、秋葉原駅、秋葉原なんやなこれ。南雲先生がいる。こんばんは、南雲先生。あら、指原さん、こんばんは。おー、すごい、スタラッとした。ほんまさ、服装も好きなんよ、これ。こういう教師の服ってなんかすごいそそられるんよな。もう、お仕事は終わりですか？うん、まさに今仕事中よ。あ？今日はこの辺りの見回り当番なの。あ、ここ先生って、そういう見回りとかしちゃうんだ、秋葉原とか。見回りですか？ええ。生徒が問題を起こしたり事件に巻き込まれたりしないようにこうやって見回りをね。あ、そういうの担当の先生なんじゃ。へえ、そうか、先生の仕事ってそんなところまでやるんですね。まあね、特にこの時間帯は映画館やゲームセンターに寄り道する子たちが多いから。はあ、そうか、だから秋葉原。そういえば指原さんは映画を見たりする？あれ、ね、あ、なんで春山さんのチケットの話から南雲さんのところでも映画の話なんだろうな。南雲先生、ちょっともしかして午前中の俺の行動見てた？え、俺の店に監視カメラ仕掛けとった？え、なんか映画の話の後にまた映画の話ってなんかすごいタイミング良すぎません？映画館に行ってみるのはあまり、家でならワイド見る方だと思います。へえ、どんな映画を見るのかしら。え、俺そんなに映画見んな。中の人の俺はそんなに映画見えへんな。見るとしたらさ、アニメ作品が映画化した時かな。好きなアニメ作品とか。うん、ちょっと前にガンダムのさ、ククルスドアンあったけどさ、あれ面白かったな。わこれさ、前回さ、春山さんのこと考えずに自分の考えで言う流れで押したらさ、
テンション下がったけんさ、どう考えても南雲先生ホラー映画苦手そうな気がするよな俺。勝手な想像やけん。恋愛映画だろお前、今を長いからしたら恋愛映画だろ。南雲先生そっち系だろ、どっちかでだろお前。どう考えても合わせても何でだよお前に合わせたんじゃおい、なんなん、俺そういう系じゃないと見られとったんかお前いや、え、私も好きなんですとかじゃないん、ラブロマンスが多いだろ。似合わないでしょ。おー、そう言いながらお前意外よねって、似合わないわみたいな方に言いよったじゃないかお前やって。お前似合わなければ俺が好きだってもんは好きなんじゃお前あ、ほんとだ、似合わないですねって俺言わんからなお前。さすがに俺そういうひどいこと言わんからなお前。そんなことないですよ。そうかしら。もうなんか傷つく、いろいろ傷つくおい。ええ、おすすめの映画があれば今度教えてもらえませんか。もちろんいい。いいだろうか。お店に行くときまでに考えておく。俺が恋愛映画見たってええやろうか。なんでそれで好感度ダウンしちゃうんだお前。南雲先生と好きなジャンル同じだろうが。同じものが好きで好感得るところだろうお前。それでもなんなん、俺となんか嫌いな人と好きなもの同じだったら嫌なタイプの女子かお前傷つくわうん、好感度下がってガーンってなっとるところにそういう現実突きつけられる、傷つくわあの生徒にはそんなこと言わないでくださいね南雲先生な。ありがとう師匠、今日はお客さんが来てくれたしいい調子だったかな。うむうむ、いいことなのじゃ。この調子で客を増やしていくのじゃ。おじゃが、もちろん腕を磨くのも忘れてはいけないのじゃ。あ、大丈夫っす、俺もうイージーでしかやらぬつもりでおるけんそうだね、技術を高めつつお客さんを増やしていこう。何かって言ったらさ、技術上げるというよりはさ、難易度下げてさ、ハードル下げとる。俺の腕前、ハードルの飛ぶ高さを上げるんじゃなくてハードル下げて飛ぶよげんもうそっちの方面で行きます俺。というわけで6日目です。ああ5日目終了。あれ結局日曜なのにさ普通に仕事しよったな俺。この店年中無休なんか、一人でやいよなに。でも昼からブラブラやいようけん飽きたのは午前中だけなんかもしれんな。逆にもうちょい働きようってなるなお孫殿、お主に趣味はあるのかの。恋愛映画好きなんですって言われたら、え、意外ねえとか言うて好感度ダウンしちゃうんやけどなんなんかな、自分の趣味をさ人にうかつに言ったらあかんところあるんかなって。誰に何と言われようと好きなもんは好きなんじゃって俺は堂々と言いたいけど、言ったら好感度下がっちゃったからな。つまらん男じゃな。先代は数えきれぬほどの趣味を持っておったぞ。やめてよ、言ったら言ったら好感度下がったのにさ、さっきそれで言わんかったらつまらん男じゃなってどういうことやればええん俺。その中でも映画鑑賞はよくしていた。あ、映画館行けるん。な、映画なんか映画関係のイベントずくめできとんな。なんか映画欲しいなってきてるこのゲームが。へえ、そうなんだ、このゲームの作者絶対映画好きだな。この、この近くにも映画館があるじゃろ、そこによく行っていたのじゃ。無論わしを置いてじゃか猫は連れ込めんからな。あ、まあそうだろうね。お孫殿よ、お主もたまには息抜きがてら、でもさ映画館に行ってみるのもいいかもしれない。お湯かぶれば抑えなれぬんやけど、その姿で行けばええのに。映画館か、わかった、気が向いたら行ってみるよ。そこで誰かと鉢合わせるんかな。時間は何をして過ごすかの。今手元にチケットあるけんな、春山さんのやつやけどごめん春山さん、これ使わせてくれみたいななるんかな。どこかに出かけるのか。あれ午前中からお出かけのコマンドなんじゃ。いつでもてどこかに出かけるのか。あ、定休日月曜か。そうか、サービス業って土日やって平日が休めるところ多いもんな。そういうパターンか。じゃあこの流れからしたら映画館行けって良いような気がするわお前。なんじゃ、忘れ物でもしたのか。誰かの様子でも見に覗きに行くってなんだ。あれ覗きに行くなんてコマンドあったっけ。待て、気になるって。ここ来たらなんか大家さんの人
に会えるんやけどさ、誰かの様子でも見に行くのか気になるわこれ。覗きに行くってなんだお前、気になるけんこれ選ばせてくれ。メイがライああかもしれんの。なるほど、覗きに行くってそういうことね。女風呂とかじゃなくてね、着替えとかじゃなくてね、ライブハウスを覗きに行くか。え、どうしようかな。ほどほどが肝心じゃぞ。どうしようかな。ライブハウス行きたい感もあるけど、まだ好感度稼げてないこの人とイベントも見たい気がするけん、こっち行こうか。あら、出た。今からお仕事？ゆきしろさんじゃ。おはようございます。今日はお店午後からなんです。あ、店開くんやけど午後からってパターンがあるんだよ。月曜は午後からか全部。まあそうなの。あまり無理しない。定休日ないんかね。体には気をつけてね。定休日ないんかねって友達もぐだな。あ、ありがとうございます。まああなたが俺のことを頭撫でたりしてくれればもっと頑張れるんですけどね。これだけ。世間話もいいとこなぐらいだったわ。雑世間話で終わったな。イベントというイベントでもなかった感じがする。さあ今日は誰が来るんだ。またか。あれ、俺もしかして春山さんルート入ったかな。俺春山さんルート入ったかなってぐらい春山さんばっかやな。あ、春山さんどうしたんですか。ノート知りませんか。あ、そうかそうか。私のノートなんです。あ、なるほどね。あ、ないっていう遅い時間になったけんはまた明日来てみようみたいな感じで来た感じだな。ノート、あ、ありますよ。ちょっと待っていてくださいね。お客さんとしては来てる感じではないんかもしれんけど、どうだろう。これですよね。そうです、このノートです。なんだろうな、大丈夫かな。ページめくっていっきょったらさ、犯罪者の名前とか出てきてないかな。最近ニュースで死んだって報道されてた犯罪者の名前とか出てこんだろうな。見つかってよかったですね。はい、そうだ、俺に映画のチケットを指原先生にあげます。あれ、友達と行く予定だったんですけど難しそうなんで。待って、くれるんじゃ。わ、一連の流れで組まれとったんやな。これ映画のチケットの話して、映画のことで好感度ダウンアップダウンして、その上で映画のチケット、映画館に行ける映画のチケットくれるって、すごい綺麗な流れで来とんな、ここ2日間。まるでゲームみたいじゃん。ゲームだったわ。お気持ちは嬉しいんですけど、恋愛映画を一人で見るのはちょっと。そうですよね。それなら、あっ、一緒に見に行きません。何気なくボソッとつぶやいた一言が俺をデートに駆り立ててくれている。僕のですか？マジか。言ってみるもんやな、こういうさ、ボソッと。そしたら相手の方から来てくれるというね。わあ、ごっつぁんです。では心細くて。そっか。よかったらぜひ。なるほど。利害の一致的な感じやな。わ、わかりました。お店を閉めるので待っていてもらえますか？わかりました。マジか、デートじゃ。映画館デートするとは思わんかった。わあ、ガチの映画館来た。恋愛、おお。面白い映画でしたね。見終わった後じゃ。いえ、ドキドキしますねみたいなやりよりなしてきたけど、わ、この角度ええな。いやさ、ほんまなんでさ、メッセージウィンドウ消せんのかな。俺メッセージウィンドウ消してみたいわ、このスチールさ。みんなもそう思いません？もしこの動画をさ、このゲームの制作者さんが見てもらえるんだったらさ、これちょっと思い伝わってほしいんやけど、メッセージウィンドウを消してこのスチールだけ見たいんですけど。私もあれぐらいの物語を書けるようになりたいな。え、もしかしてノートってさ、小説書いてる？あのノート小説書いてる？あ、そういう系のノートな、もしかしてこれ。あ、だからさ、小説書くんに座りっぱなしじゃけん肩こるみたいな感じかな。春山さんは小説家を目指しているんだかな。ん？もし執筆活動をしているとしたら、それが春山さんの恋の原因じゃないか。おう、主人公目ざとい
俺もそう思ったところやけどさ、長時間座りっぱなしの大学の授業に加えて執筆活動、今は肩玉だけみたいだけど、そのうち腰とかにも。そうやな、現代の人間ってさ、座りっぱなしの時間が多くなったけん、そういうことによって昔よりもこういった座りっぱなしによっての病気が多くなったとか聞くよな。弓原先生、どうしたんですか？特にコロナの今の時代はそうか。いえ、そろそろ帰りましょうか。そうですね。わーい、映画館だ。クソガキ、グッジョブクソガキ、後で5段アイス買ってあげるからな。大丈夫ですか？私は大丈夫です。全然大丈夫ない。それより見つかった子はびっくりしてどっかに行ったみたいです。そうですか、怪我とかしてないといいんですけど。グッジョブだね。グッジョブの景色だね。春山さん、よかったら僕の店に寄っていきませんか？わーい、いやー、結局店開けるんじゃこれ。え、指原先生のお店にですか？いいですけど、なんで。気づけ、お前割と鈍感なんか。その多分さっきの子がジュースを。どうします？早めに洗濯した方がいいと思うんですけど。行きます。ですよね。いえ、連れてきちゃった。結局連れてきちゃった。で、施術をするんやな。あとは乾かすだけだかな。ブラジャーピンクかな。ちょっと薄は透けてたな。春山さんは落ち込んでるみたいだし、どうしようかな。春山さん、マッサージをしましょうかっていうのが普通なんだろうけどさ。やばいな、どれ選べば好感度上がるかわからんのやけど。やばい、普通にマッサージで行こうか。でも予約していないです。いいんですよ、どうせお客なんか来ないんだから。じゃあ服が乾くまでマッサージということでどうですか？それならお言葉に甘えてお願いします。またマッサージだよ。よう考えたら今回この子2回目のマッサージじゃん。喘ぎ声、この子前半でも聞いたわって。弓原先生、さっきの姿は忘れていただけると。無理だ、サムネにする。無理だ、むしろ目立つとこに行くぜ。信じていいんですね。嘘も方便ってやつだ。嘘をついとったぜ、サムネで使うぜ。いや、むしろ もちろん、モザイクはかけるけどさ。あ、まあ、いやだ。はいはい、はーい、は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 ーい、は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 ーい、は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 ーい、はい、アイクラのアイウェイ。やっぱ簡単は簡単やな、当然イージーですわ。なんでさ、ノーマンに上がった瞬間あんなに難しいになるんか。ハードってどんなもんなんかっていう。はい、はーい、は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 い、気持ちいいっすか？気持ちいいっすか？気持ちいいっすね。はい。おん。はい。はい。はい。頑張って。小説のアイディアが湧くようなツボ見つけますんでね。アイディアが頭が回るツボとでも言うんだろうか。ありそうやな。ワイド。
そういうズボンありそうな気がするな。うるさくしちゃって、でも声止まらなくて、あのもっとしてください。いいんですよ、その声我慢しないでください。俺と視聴者に聞かせてくださいね。はいはいはい、あーはい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 、いいね、やっぱイージー簡単だわって、もうノーマル以上やる気ねって。すごい気持ちよかったです。またお願いします。ここのメッセージ全然変わらんな。してもらった上にマッサージまで、すみません。いいんですよ、一緒に映画館行ってくれて俺も楽しかったし、何よりさ、アクシデントとはいえヌネスケな姿を見せてくれて俺は満腹満腹なんで。そうでした、マッサージ代を。マッサージ代はいいですよ、映画のチケットをもらいましたしね。それより家に帰ったら小説を書くんですか。え、なんでそれを。悪いなとは思ったんですが、ノートに何が書いてあるのか見てしまって、小説のアイデアノートとかなのかなと思ったんです。それに映画館であんな物語を書けたらなみたいなことも言ってましたしね。実はそうなんです、小説家を目指していて、おかしいと思いますか。いや全然、むしろ興味あるね、君みたいな可愛い子がどんな小説を書くのかなって。そんなことないですよ、僕もマッサージ師になるために頑張ってきて、今はこうやって働くことができていますから、晴山さんもきっと小説家になるかと思います。それにね、小説家になりたいですって言うてさ、へえ意外みたいな感じで言うもどう、意外はいいか、いやそれえあなたがそんなのおかしいみたいな、まさに聞いた人が好感度下がるようなことはあったらあかんと思うよな俺。うん、南雲先生あんなことやぞ。もし僕にできることがあったら何でも言ってくださいね、力になれるよう頑張りますから。指原先生ありがとうございます。うん、小説のアイデアとかがあったらさ相談に乗るから。むふふ、どうした桃井、師匠どうした、すごいいやらしい目になってるぞお前。お孫殿、春山とのデートはどうだったのじゃ。そこか、そうなってしまうか、やはりもみじもおっさんだったわ。あれデートなのかな。でもまあ楽しかったよ。デートです。あれはデートです。もうちょっと何かあるはずなのじゃ。愛しさが爆発して愛のマッサージをしたとかあるはずじゃ。失礼な。俺のマッサージはいつも愛こもってるわ。まあ晴山さんの服が乾くまでマッサージをしたけれども。したはしたけどさ、なんか愛とか。そういう特別な感情は別に、特別な感情なしにするとは、この子の意外に手が早いの。それはまあ早くしないと晴山さんが帰れないしね。そうなんじゃな、お孫とのは早いんじゃな、安心するのじゃ。そういうのもおそらく多分どこかで需要があるはずじゃ。何の話をしてるんだ。え、授業？この話は終わりなのじゃ。ああ、お腹すいたのじゃ。何か食べるものが欲しいのじゃ。お前、何と勘違いしてるんだ。よくわからないけど、まあ、いっか。というわけで、今回2日目終わりです。次、7日目ですな。火曜日。あーこれで誰か店始めて1週間になるんやな。
今日はどうしようかなと。若いのに寂しいやつじゃの。先代なら女子と毎日のようにデートしておったぞ。それは人それぞれや。じいちゃんそんなことしてたんだ。じゃがまあ行く先々で乱城の小娘に小言を言われておったがの。ああ一回も俺も言われたことあるわ。そりゃ借金抱えてるので遊んでたらね。お孫殿も気をつけるのじゃ。こういう日に限って小娘と鉢合わせることになるからね。でガシャって言うてさ、いるかみたいな感じで出てきたらどうしようかな。え、なんで勝手に入ってくるんですかってなるから。変なフラグ立てないでほしいな。出会いそうだな。ほんまにフラグ。あ、何をして過ごすかの。午前中か。え、今回も今日も午後からのパターンなんじゃ。まあお出かけか普通に。なんじゃ。忘れ物でもしたのか。あ、家に寄ったら確定で。この人がおるんやな。買い物か楽し、誰かの様子、気分転換にでも行くかな。楽しいことをしに行く気配がするの。どうしようかな。誰かの様子でも見に行くの。覗きに行くんだったらラブハウスであの子確定になるんか。誰かの様子、買い物見に行くのか。せっかくさ、ラブハウスに覗きに行けるって知ったけさ、覗いてみよう。誰かおるんかな。でもここは相変わらず盛り上がってるな。おいあんた、お金を返さないってどういう了見だい。あれ、ん、今日中に貸したお金を耳揃えて返してもらうからね。逃げよったって無駄だよ。なんなんこのライブハウスの支配に借金してるんかな。借金の取り立てかな。今時あんな取り立てをする人っているんだ。いや声、声聞いたら、はい、ランジョーさん。声でわかるやろお前。すっごい聞き馴染みのある声だったわお前。この声、アツシ。やばい。おいおい、どこに行こうって言うんだ。そんなに私がおっかないかい。それは借金してる人から見たら借金取りっておっかない存在ですよ。満場一致でそう思うでしょ。おっかないです。こんなところで油売ってるって。ちょっとカツを入れてやろうじゃない。どこ行ってもこいつに出会うパターンだったかな、もしかしてこれ。まさか家に戻ってもさ、白鳥さんプラスランジョランランジョランジョってパターンもあるかもしれない。お客さんを待つとするかな。なんかリセットさんに出会った時みたいなじゃん。どう思いでリセットさんに説教食らった時みたいな感じやな。なんか気分が。お客さんを待つとするかな。じゃあ仕事するか。ちゃんとランジョランランジョランジョに捕まってしまったっけん。あれ、アパート来ちゃった。あら、アツシ君じゃ。あれ、こんにちは。ゆきしろさん、もしかして初来店のパターンかな。こんにちは、ゆきしろさん。いつも掃除ありがとうございます。掃除をして感謝してくれるのはあつしくんぐらいね。いやさ、そういう細かいところをさ、やってくれる人こそさ、さ、縁の下の力持ちっていう大切なことを、大切な人なのよな。当たり前じゃないですか。ゆきしろさんが掃除してくれるおかげで気持ちよく生活できるんですから。でも大変ですよね。毎日のように掃除してもらってますし。うんうん、掃除は日課みたいなものだから大丈夫よ。それに大家さんとして建物の掃除をするのは当たり前じゃない。そういうものですか。そういうものなんです。あ、そうだ、アツシ君に聞きたいことがあったの。何ですか。聞きたいこと、もしかして家賃の引き落としができてないとか。違う。借金しとう人間ってそういうところを気にするよな。猫の鳴き声が聞こえてくるの。あれ、猫ダメなパターンか。アパートやけん野良猫ちゃんなのかもって思ったんだけど、どこかの部屋から聞こえてくるみたいで。何か知ってる。え、やばいな。今度からアパートに師匠のことつけ込まんようにした方がいいかもしれんな。どうでしょうかね。僕は鳴き声なんて聞こえたことがないですけど。あー、でもお隣さんの大竹さんの部屋から、大竹さんが女の人とあんあんあん言っている鳴き声だったら聞いたことありますけど。そう、私の勘違いかしら。そうです、そうです。ちなみになんですけど、メゾンドースノーってペット禁止だったりします。うーん、
で許可したことはないかも。ってことは正直に話したら許可してもらえるかな。そうなんですか。全く気にしなかったけど、よく考えたら師匠って普通はペット扱いだよな。メゾンドスノーはペット禁止みたいだし、どうしよう。師匠を毎日野宿してもらえんかな。はい。アツシ君、私に何か隠し事してるんじゃない？ゲック！もしかして俺がユキシロさんの部屋に潜り込んで下着を盗もうと考えてることをお見通しなのか？いえ、何も隠すことなんて。それじゃあお部屋を見せてもらうわね。ちょ、ユキシロさん、まずい。過去に俺が盗んだ女の下着が見つかる。ありがとう。お邪魔します。なんで僕の家の鍵を持ってるんですか。いや、おいおい、大家やからね。私は大家さんよ。そりゃそうだわ、そりゃそうだわ。決まってるじゃない。ってことは、めぼしい男が見つかったら呼ばいしに行けるじゃん。いいな。大家さんってそういうものだっけ。で、問題はそこじゃない。待ってください、ゆきしろさん、部屋が片付いてないんです。大丈夫よ、あつし君だって男の子だもの。エッチな本があっても。待って、エッチな本はなくてもさ、ここに別のエッチなもんある。使い方次第じゃないか。いや、使い方次第か、これは。ああ、健康班。アツシ君、この猫ちゃんは？いや、こいつ、あれ、お湯かければおっさんになるんです。今、水かがえかぶった後なんで、猫になってるだけなんです。これ、正直に謝ろう。アツシ君は正直者ね。そうよ、正直謝れば許してくれる、そう信じてる俺は。すいません、黙っていて、お店で買うようにします。そうね。じゃあこうしましょう。なんだ、弱み握られる。アツシ君がマッサージをしてくれたら、この猫ちゃんを飼ってもいいことにするわ。マジっすか。俺もようやくあなたのことマッサージできるんじゃって今興奮してる。本当ですか。その代わり、私にも猫ちゃんを抱かせてね。マジっすか。なあ師匠、こんな人に抱いてもらえるんじゃ。もちろんです。俺もこの人のこと抱きたいなと思うけど。それじゃマッサージしてもらおうかしら。ようやくこの人もマッサージできる時が来た。2だったらノーマルでもいけるかな。てめえ、今回はノーマルでいくわ。腹の中から音を感じられるマッサージなんてあるのね。すごいわ。この人はどんな感じで泣いてくれるんでしょうね。驚いてるわよ。でもそんなことより、今までの方っていうのはもしかして女の子かしら。そうやな、成人してない子が多いな。やっぱ胸大きいな。ちゃんとさ、胸の膨らみが分かるようにちょっとだけ横向いてくれとけんさ、いつもいつも。罪ですよね、このゲーム。さあ来い、相方を教えてやるぜ。はい、迷子ほどの気持ちよさって教えてやる。はい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 、おい、はい。ノーマルでもやった、簡単なノーマルとか難しいノーマルとかあるんだろうな。やべえ、喘ぎの音量上げとってよかったって思う。やっぱ色っぽいお姉さん好き。どうですか、痛いところがあったら教えてくださいね。大丈夫よ、すっごく気持ちいいわ。癖になっちゃいそう。そうでしょう。
なんでさ、目の下にほくろがあるだけでこんなにセクシーに見えるんだろうな、人って。はい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 、おしゃれやしな、曲がそもそもこれバーかよっていうぐらい極路選曲、選曲が素晴らしいな、これなんかほんまになんかそういうクラブでエッチなことしようような感じなんての、音声だけで聞いたらなんで可能的なんだ。ほんまにここマッサージ店なのか、本当にやってるのはマッサージなのか、音声だけ聞いたらちょっと勘違いされてもおかしくないです。この動画を見てる人、聞く場所はちょっと、見る場所はちょっと気にした方がいいですよ。こんなの他の女の子にもしてたの、言い方言い方ポン、はいはいはいはーい、はい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 、こんなマッサージされたの初めてよ。ああ、こんな人と同じ建物に住んどやなって。こんなことされちゃったら他のになっていけないじゃない。この人言い回しが いちいちエロいんよ。何なんだろうな、いけないとこ、この世界線がいけない世界の人なんかな。うん、子供禁制の世界からやってきた人なんかなっていう。なんでこれでさ、大家さんなんかやいようかなっていうような発言しよう。こんなもんかな、気持ちよさそうだったから全身フルコース並みにマッサージしてみたけど満足してもらえたかな。ゆきしろさん、マッサージ終わりましたよ。ああ、どうしよう。どうしよう。こっちもサムにしたいな。どっちがいいかな、みんな。どっちの方が注目されるかな。爆乳女子大生のスケスケか、この大家のお姉、セクシーな大家のお姉さんのこの寝転がってるところかな。どっちがいいかな。こっちの方が需要はあるかな。迷うわ。もういくらでもする、いくらでもするね。えだったらやっぱ胸の方のマッサージもさせてもらいたいけど。あつしくん、え、はい、ま、マッサージですか。もう少しマッサージして。どこがいいっすか、オムレスか、オムレスか。わ、わかりました。もうダメだ、ゲームだよこれ。やっぱりこれで終わりにしましょう。マッサージのやりすぎは良くないですから。良くないのニュアンスが違うけど。そうなの、それならしょうがないわね。マッサージ自体が良くないというか、あなたのことをマッサージするのが良くない気がするわ。あつしくん、マッサージありがとう。とっても気持ちよかったわ。え、いえ、ゆきしろさんがあんな顔するなんて、声も色っぽいし。今度はあつしくんのお店に行くわね。ああ、ぜひぜひ。僕のお店でいいですか。ええ、あつしくんが働いているところを見てみたいの。おかんか。息子の働いているところを見てみたい、おかんか。お店に来てくれるのは嬉しいけど、毎回あんな反応されたら、いや、そこがええやないか、お前。
さりげなく盗聴器もなんか録音機でもそばに置いとこうかな。これから大変そう。あ、実質に戻ってきた。今日はいろいろあったな。師匠もそう思わない？じゃあこう、でも師匠がここを住んでくれとったけん、こういう展開になったなと思っとったら、師匠猫でありがとうって感じ。ああ、もう寝ちゃってたか。師匠こんなところで寝たら風邪ひくよ。あ、でも猫だから大丈夫なのかな。可愛いところあるじゃねえか。寝言？ありがとう師匠。これで中身おっさんじゃなかったらいいんやけどな。1週間働いたな、何気に。借金ちゃんと返済できるだけお金貯まってきようかな。なんかすごい気になるんやけど、その辺。お孫殿、ご機嫌じゃの。どうしたのじゃ。今日は夜明けのお客さんが来るんだ。だからちょっと楽しみで。ふむふむ、なるほどの。誰だ。それは頑張らねばならんの。誰だ。うん、お客さんの期待に応えられるように頑張らないと。それに少しでも稼ぎたいし。うめ、その心意気やよし。あ、前だ。今日は早めに出て開店の準備をするのじゃ。お客さんを待つ。こう、予約のお客さんが来るんだって言おうけどさ、すごい気になるよな。気にさせてくれるよな。さあ、そんな気になった状態ですが、今回はここまでだ。ご視聴いただきありがとう。わしの名前は次回こそさ、その次回の目標はさ、何か出先で選択肢でできたらさ、好感度アップを選べるように頑張ります。おつけー。あやつが店をやっていた頃からここに住んでおる。